1980年代初頭からサウスプラザ島では非常に奇妙な見た目のイグアナが目撃されています。ここで見られるイグアナは海イグアナと陸イグアナを足して割ったような感じなのです。このハイブリッドイグアナはどのようにして生まれたのでしょうか。さて、動物界でいう種とは、交配して子孫を残すことのできる集団を指します。また種は他の動物の集団から隔離されています。この隔離は種と種とを分ける境界線のようなもの。個体が間違った種と交尾するのを防ぐために特定の物理的行動的特徴があります。交尾は動物にとって重要な問題。大量のエネルギーを必要とし、間違ったパートナーと交尾した場合、生殖の可能性や自身の生存まで影響を及ぼす可能性がありますからね。では例を挙げてみましょう。この美しい青い足を持つ鳥を見たことがありますか？この種では2羽の鳥が交配の準備ができると精巧なダンスを披露します。ダンス中お互いをチェックし合い、良い相手かどうかを確認。もちろんダンスのうまさにも注意を払います。しかし異なる種の鳥が交配を望んでダンスしようとした場合、その鳥は無視されるか、運が悪ければ追い払われたり攻撃されたりする可能性があります。基本的にはそうなるはずなのですが、場合によっては種と種の境界が越えられることがあります。しかも思っているよりも頻繁に。実際異なる種が交配し子孫を残すと、時折全く新しいタイプの動物が生まれることがあります。このような新種の動物は親とは異なる独特の亜種、あるいは完全なる新しい種になることもあります。まさにこれがヘノベサ島のガラパゴスマネシツグミに起きました。この鳥の遺伝的構成は2種のマネシツグミの間で交配があったことを強く示唆しています。ガラパゴスマネシツグミは別の種でありながらも、互いに生殖することに全く問題はありません。ダフネメジャー島のフィンチも同様です。過去20年間にわたり異種のフィンチが交配する様子が目撃されています。またイサベラ島のゾウガメの多くもハイブリッドまたはハイブリッドの子孫。あまり有名ではありませんが、興味深い異種間の交配の例がサウスプラザ島のリクイグアナとウミイグアナ。このハイブリッドは1981年に初めて発見され、それ以降公園のレンジャーやツアーガイドがイグアナがハイブリッド化した例を複数報告しています。このハイブリッド種はくすんだ黄色と濃い灰色が混ざり合ったユニークな外見を持っています。頭部の鱗も少し異なり、リクイグアナとウミイグアナの鱗の間のような感じです。科学者は遺伝子解析を通じて、この特異な生物がリクイグアナとウミイグアナの両種から同じ量の DNA を引き継ぐハイブリッドであることを確認しました。しかし、なぜこれらのハイブリッドがサウスプラザ島でしか見つかっていないのかは未だに謎。というのも、リクイグアナとウミイグアナがどちらも生息している島は他にもたくさんあるからです。一つの可能性として、サウスプラザ島が非常に小さい島であるのが理由かもしれません。島が小さいため、その2種がより交流し、交配する機会が増えるのです。他にも、まだ解明されていない問題がいくつかあります。例えば、ハイブリッドが陸上で見つかる植物だけを食べるのかどうかは不明です。しかし、これまで水中に入る姿は一度も目撃されていません。ということは、この種は陸イグアナに似た代謝を持つ可能性を示しています。また興味深いことに、調査されたサウスプラザ島のハイブリッドイグアナはすべて父親がウミイグアナ、母親がリクイグアナだということが分かっています。その反対はありません。これがなぜなのかは現在も研究中なのですが、研究者は2つの主要な仮説を立てています。両方の種類の爬虫類において、オスは縄張り意識があり、頭を振ったりポーズを取ったりして同性の中での優位性を確立し、メスを引きつけます。一度ランキングが確立すると、最も優位なオスがメスとの接触をコントロールし、他のオスの接触を防ぎます。しかしウミイグアナの場合、オス内のランキングでは低いオスであっても衛生戦略を採用することで親になるチャンスがあります。オスは主力のグループから離れた場所で待機し、時折交配のチャンスを得ることもあります。
サウスプラザ島のハイブリッドイグアナは、こうした衛生戦略を取ったウミイグアナのオスが、時折陸上で見つけたイグアナに対して交尾行動を向ける結果、生まれた可能性があります。あるいは、メスがそのような選択をしている可能性も考えられます。一部の陸イグアナは、見た目や行動面が派手に見えるウミイグアナと交尾することを積極的に選んでいるのかもしれません。このハイブリッドイグアナが生まれた正確な背景はまだ完全には理解されていませんが、一つ明確なことは、サウスプラザ島のハイブリッドイグアナは不妊であるということ。他のハイブリッドとは違い、サウスプラザ島のハイブリッドイグアナは自らのハイブリッド遺伝子を次世代に引き継ぐことはできません。つまり新たな亜種や種になることはないということ。そうであっても科学的研究にとって大きな意義がありますけどね。他のハイブリッドアニマルはさらに魅力的。最近 DNA 解析が行われ、シロイルカと海のユニコーンこと一角の驚きの組み合わせ、ナルーガが存在する証拠が見つかりました。長年にわたりナルーガは存在することが考えられてはいました。というのも、一部の特定された骨格がシロイルカ一角のどちらの特徴にも一致しなかったから。そしてそれがグレーの皮膚、シロイルカに似たヒレ、一角に似た尾を持っていたからです。この変わった生物の最も得意な特徴は歯。シロイルカには魚を捕らえるための40本の歯がありますが、一角にはほとんど歯がなく、餌は丸飲みします。しかし謎の頭蓋骨には口の全部に合計18本の歯があり、その中には一角の牙と似た螺旋模様があるものもありました。約30年後、これらの歯から抽出された DNA の分析が始まります。その結果、昔から予想していたことが正しかったことが確認されました。この頭蓋骨はシロイルカと一角のハイブリッドで、確認されたのはこれが初のケースでした。そもそもシロイルカと一角に関する交尾の習性に関する知識は限られていました。両種とも年間の大部分を密集した海氷の中で過ごすため、研究者がその行動を観察するのは困難です。ナルーガは奇妙に見えるかもしれませんが、様々なクジラやイルカの間のハイブリッド種として記録に加えられています。2016年に行われた研究では、そのような混種がほぼ20例報告され、最近のナルーガの発見は新種が登場したことを意味するのでしょうか。科学者たちはそういうことではないと答えています。ナルーガが独自の種として確立するためには、この交配が長期間にわたって繰り返し行われる必要があります。さらにこの組み合わせから生じる子孫が自らを子孫を残せるかどうかが重要になりますが、これがハイブリッドに常にできるわけではありません。とはいえ、ハイブリッド化は種の進化において重要な役割を果たします。人間にも例があるんですよ。約6万年前に特別なことが起こりました。ネアンデルタール人の女性とデニソワ人の男性が出会い、2人の DNA が混ざり合ったユニークな子供が生まれたのです。ある骨の断片に関して研究者が興味深い発表をし、この発見を裏付けます。その骨の断片には得意なハイブリッドの子供の遺伝的物質が含まれており、人類の進化の魅力的な歴史を垣間見ることができたのです。では美しいアルタイ山脈にあるデニソワ洞窟へと時間を遡ってみましょう。この長い歴史のある洞窟は人類学者にとって真の宝庫。10万年以上にわたりデニソワ人、ネアンデルタール人、そして現代の人間といった様々な人族集団の住処となってきたのです。驚くべきことに、この3種の遺骨が全てこの洞窟の奥深くで発見されたのです。さらに驚くべきことに、デニソワ洞窟は謎のデニソワ人の証拠が見つかった唯一の場所。実際これらの個体はネアンデルタール人と現代の人間の両方と密接に関連していました。しかし彼らの分離の物語がそこで終わったわけではなさそうです。最近なされた古代の DNA の分析で驚くべきことが明らかになりました。
ネアンデルタール人、デニソワ人、そして現代の人間はユーラシア大陸内で交配していたようなのです。その結果、現代の人間の遺伝的構成にはネアンデルタール人とデニソワ人の両方の痕跡が残っています。ハイブリッドの子供の発見はこの考察の具体的な証拠となっています。